これを。おお、こうか。いいじゃん。いいじゃん、これ。ハンマープライス。ハンマープライス。こんばんは。峰富士子です。ちょっともうなんかわかりますかね、皆さん、これ飛び散らかってるでしょ。今ちょっといろいろ準備してましてですね、すごいことになってるんですよ、これね。うん。今日はね、何をやるかと言いますとね、家の中でキャンプをするよ。うん。キャンプの、気分に浸っていくよ。皆さん、準備はいいですか？何の準備なんだっていう話ですけどね。まずはね、何はともあれ、ちょっとまあいろいろ用意してますけれども、詳細は後からご説明するとしましてですね、まずちょっと何ですかね、キャンプといえばハイボールじゃないですか。知らないけど。うん。もう20年ぐらいキャンプ行ってない男がキャンプを語るんじゃねえっていう話ですけども、まあそんなのはどうでもいいということで、まずハイボールを作っていきたいと思うんですけども、今日のね、ハイボール、これ。これね、IW ハーパー、これバーボンなんですけども、このハイボール飲んだことない方は、ぜひ、もう絶対に一回飲んでみてください。私の超一押しの、ハイボールの、に使うウイスキーはもうハーパーですね。はい。いいね。バーボンなんですよ、やっぱり。ハイボールは。うん。なんか。でもこう、適当にいきますよ。こんなもん。結構入れた。結構入れましたよ。もうね、このハーパーのハイボールはね、もう全然違いますから。一味も二味も違いますから。でね、こう混ぜていきますよ。ちょっと。動画でやるにしては、入れすぎた説あるね。まあいい。まあ、ベロベロになりましょう。うまそう。でね、こう、いいハイボールの、いいお酒で作るハイボールね、こう結構泡が立つんですよ。うん。初めて買ったウイスキーとかでハイボールやった時に、泡が立つと、お、ちょっと期待できるなって、なんか個人的に思うんですよね。泡が立つウイスキーってあんまりね、ハズレを引いたこともないんですよね。こうすごいですよ。このビールみたいにね、この、見えます？油じゃねえ。油じゃねえよ、つって。泡ね。うん。これがね、やっぱりいいんですよ。それでは、皆さん、キャンプにお越しの皆さん、焚き火のご用意は、まあいいか。もうどうでもいいや。乾杯しましょう。乾杯。乾杯。乾杯。ね、ではですね、ちょっとこちらの画像をご覧ください。どうぞ。ハンマープライス。ハンマープライス。はい、今日はですね、つい、何日か前に、なんか、Google さんが私におすすめしてきたブログの記事があって、家の中でキャンプをやろうみたいな記事があってね。それでご紹介されておりました。100均で買ったね、100均ダイソーで全て揃うグッズで、家の中で、ちょっとまあ最新のね、まあ注意を払いながらではありますけども、火を使ってね、おでん食おうっていう話です。おでんを食おうぜっていう話なんですよ。うん。それを今日ちょっとどうしてもやってみたいなと思って、うん、買ってきたんで、やりたいと思います。うめえ。
それではこのダイソーのねこのグッズを組み立てるところえちょっとご覧ください。もう先に撮っといたんでね。はい、いってらっしゃいませ。ミスティン。はい、というわけでですねこれを組み立てていきたいと思います。組み立てていきますよ。これね、まず500円商品のミスティン、ね、これを組み立てていきましょう。開けますよ。おお、結構ほらすごいよ、しっかりしてますよ。非常になんならしっかりしております。お、すげえ、わっしょい、かっこいい。ほらこんな感じね。はい、これにこのおでん入れますよ。これで火つけてボッボやってパーリ内でございますけどね、いいですよ。そしてこれね、これも100均で売っております。ダイソーンで売っておりますね、アルコールバーナーごとくということでございます。これを組み立てていきたい。もうね、何でも100均で買える世の中でございますわね。これを何だろうね、これをどうするの、こうでこうでこうで、すいませんね、ちょっとあの頭が悪くて、うまく組み立てられません。あ、はい、こういうことかな、こういうことですね。はい、できましたよ。からのこちら、こちらですね、固形燃料用受け皿、これをここに置いていくよ。終わり。からのこちらですね、固形燃料、ね、固形燃料でございます。これね、3個で100円でございます。ほら、よく見るやつ、旅館で見るあれ、修学旅行であのあんまり美味しくないすき焼きをグツグツしてくれたあのあれ、これ、これをここにポンスで火をつけて、こうだね、素晴らしいじゃないの、いいですね。はい、ね、こんな感じ、こんな感じですよ。でね、これ実際に固形燃料ね、本物の火を使いますから、本当にくれぐれも、気をつけて、皆さんもしやってみたい方はねやってみてください。で、必ずです、必ずこれからいうことは必ずお守りください。換気扇を回してください。で、換気をしてください、ね。そして、一応ね、これもう熱が伝わらないようなちゃんとこう用意してますけども、一応ね、下にお皿とかなんか濡れた布巾とか必ず、ご用意してください、はい、ね。でね、こう酔っ払うと危ないパターン本当ありますから、ね、あ、ちょっと感度おかしい、カメラの ISO がおかしい、カメラの ISO 落ち着け、大丈夫、よし。なので、ちょっとまあ冗談抜きでね、本当に、ちゃんと換気しながら、気をつけてやりたい方はやってください。はい、それでは行くよ。本日はね、こちらでございます。おでんね、杉尾、この杉尾を知らないけど、杉尾のおでん買ってきたんで、はい、これに入れるんですけども、これちょっとね、動画の撮影の便宜上ですね、申し訳ないんですが、これを1からこの量をこれでこうグツグツってなるまでやるとものすごい時間かかると思うんで、あらかじめね、あらかじめちょっとレンジで、チンをしながら、しながらじゃない、チンをして、ある程度温まったところをここで入れて、火つけてグツグツハフハフ、これでいきたいと思います、はい、それではレンジでピンピン。大変だね。レンジでティン、ティティンティン。レンジでティン、ティティンティン。おでんをラーメン丼ぶりに入れていく。はい、すいません、これおでんができました。ショットグラス持って何するんですか。石を入れる、ショットで行くんですか。今日はぴょんこ先生ショットで行くみたいですね。
暑いね、もう暑いですよね。うん。もう最近暑いですよね。もうね、この間まで、ちょっと前まで冬やった思ったら、もう、春通り越してね、もう、暑いですよね。誰なんだってね、ことですけども、これちょっとセットが難しそうだね。このガタつきがね、怖いもんですけれども。いいね、いい感じになっとるよ。いい感じになっとるやん。あ、いい匂いですね、こう出汁のね。やっぱりこの、なんならちょっと冬にやりたかったけどね。それでは着火します。ピュー、行きました。はい、ゆー、ね、はい、ゆーしました。これを、おお、効果いいじゃん、いいじゃん。これちょっと蓋します、蓋します。あたたたた。本当に気をつけてくださいね。これ結構火が強いから、本当に気をつけて。この周りにね、この袖とかこうバーとか、マジで気をつけてね。出来上がるまでしばし。あ、ありがとうございます。気が利くね。話が飛んできました。気が利くレディーでございますね。もうね、火をつけるタバコ吸わなくなったんでね、ライターっていうもんがね、なくてね、なんとか1個ありました、家にね。うん。で、からしね、からしなんぞ、やりながらね、いやー、いいね。すごくいいね。いいよ。お、すごいね、湯気が来てるよ。来てるよ。すごいよ。おお、結構火力ありますわ、奥さん。ほんとね、このマスク、こういうマスクとかよくつけたまま食べる人いると思うんですけど、こうなんかこう、ボーとかね、ほんとに気をつけた方がいい。うん。なんかね、いいじゃないですか。こういうのも、ね。少年に戻った、ような。なんかよくわかんないけど。そういう気持ちになれるよね。やっぱりね。じゃね、ちょっと、待ちくたびれた。あ、もうすごいわ。もうすごい。もうすごいことになってる。もう全然もう OK。熱々なんなら。すごいね。これちょっとこう抑えながら撮った方がいいかな。ほら、もう湧いてきた。グツグツグツって言ってきた。すごい取りづらい。まずこのね、まずはこの昆布ですよね。うん、昆布いきますよ。昆布いただきます。あっか、うん、うまっ。おいしい。ほんとね、こう、熱感じゃないですか。おでんってやっぱり。おでんといえば熱感じゃないですか。でもこの何ですかね、小春日和に、このポカポカしてきたこの陽気にですね、どん冬じゃねえかって思って、飲み物は爽やかにハイボールにしてみたよ。うん。美味しいね。これいいぞ。ちょっとこう、からしも。からしも。おでんにはからし。私の地元ではね、からし味噌ね。うん。私の地元はね、香川県なんですけどね、うどん屋さんに必ずおでんが置いてあるんですよ。うん。でね、こんにゃくとかね、天ぷらって、香川県では、かまぼこみたいなやつのことを天ぷらって言うんですけど、天ぷらとかね、筋肉とかね、そういうのがね、美味しいんですよね。
で、うどんが来る間それを待ってね、うん、あ、それを待ってる、うどんが来るのを待ちながらおでんでちょっとお腹の暴走をつないでいくっていうね、こういうスタイルのうどん屋さんが多いんですよね、うん、ちょっとね、こうからしを、からし大好きなんですけどすごい弱いんで、うん、うまっ、すごい、もうグツグツ、素晴らしい火力。このね、メスティン、これをメスティンっていうことを今日知ったけども、このメスティンでね、キャンプの時ね、カレーとかね、このこれで炊いたご飯に直接カレーのルーここに入れるみたいな、なんであんなうまいんでしょうね。もう20年前の記憶ですけど、美味しかった記憶があるね。ちょっとおこげがご飯にねついておりましてね、うん、必ずなんか失敗するじゃないですか、キャンプっていうのは、うん、ちょっとご飯焦がしすぎたとか、水入れすぎてべちゃべちゃになったとか、硬すぎたとか、絶対失敗するのにもかかわらず激うまいっていうねことですよ、うん、ではここでですね、ちょっとまあ非常に美味しいんだが、非常に美味しいんだが、ちょっとこの出汁ね、出汁がちょっとね若干弱いんで、こんなやり方あり、これいつものね、いつものこれ、これをもうここに入れます、ぽいね、これでね、もう間違いないですか。ちょっとねやっぱりこの200円ぐらいの、おでんなんでね、ちょっと出汁が弱いんですよね。それを回避するために、このね、安丸出汁を、もうここに直で、こう、やっていく。こういうことをやってみたい。それでは次なんだ、この、これなんていうの？あ、ごぼう巻きだ、ごぼう巻き。うん。ごぼう巻き。これ、美味しそう。いただきます。しみたるね。あっ、うん、うまい。これ先生、なんか大根かちくわか卵かありますけど、なんか食べますか。大根、大根、いいよ、うん、はい、おシール、はい、はい、どうも、おシール、おー、めっちゃくちゃ出汁が爆発した、うんま、うま、これね、すごいね、ちょっとこう濃すぎるぐらいだけど、この水の量が少ないんで、もう取ろう。これはすごいわ、この安丸だしは本当に。次、ん？あ、そうですね。あ、お願いします。お、いいですね。おー、どうす。じゃあこれをもう一回戻して。次はちくわでやんす。うん、うまい、うん、なんかいいですね、ゆったりとして、このね、こういうこうなんていうかな、こう火を見ながらね、室内ながらに火を見ながら、こうゆっくりと食べてね、ゆっくりとお酒を飲んでいく、これによってですね、時間がね、忙しい毎日をこう抜け出してね、
時間がゆっくりと過ぎていくような気がしますね。暴殺という言葉があるけど、これは本当にある話でね、忙しくてその自分というものがね見えなくなってしまう時があるんですよ。雨子、入れたらもう8倍ぐらいうまくなったら、この間友達に 4,5 パックお試しで使ってみてって言ってあげたらすごい気に入ってたみたいですよ、うん、これはすごいわ、おいしい。ありましたね。皆さんも家でキャンプやってみませんか。時間がゆっくり過ぎていくよ。なんか本当に癒されますよ。やってみたらどうですか。ただ本当に気をつけてね、うん、これは旅館のおかみさんが失礼しますって言ってこう失礼しますカチ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 って言ってやってくれるから安全が確保されているものであって、自分でやると酔っ払ってこうへいってなっちゃった時になんかこれをガーシャーンってやってブオーとか本当にあるんで、マジで気をつけてほしいけども、そこだけちゃんとね、できる方はぜひやってみてほしいと思うよ、うん、じゃあそんなこんなで、今日はね、こういう感じの動画でになりました。うん、ほっこりまったりしていただけた方はぜひ動画の評価やコメントなどよろしくお願い申し上げます。皆さんもまったりまったり飲みましょうね、家でね、はい、というわけでこの辺で、本日の焦点はお開きでございます。また来週。